皆さんこんにちは。今日は最近キャンメイクの新作を買ってみたので、今日はそちらを試していこうと思います。で、自分でも信じがたいんですけれども、新作だけでなくまだキャンメイクで試したことないものもあるので、今日は新作とまだ使ったことないキャンメイクを使ってキャンメイクのフルメイクしていこうと思います。で、いつも通りベースから始めていきたいんですけれども、正直1年前の動画とか見ていただくと、僕絶対ベースを使わない派ですとか言ってたんですけど、キャンメイクだと結構好きなベースが何個かあるので、一つ選べって言われると結構困っちゃうんですけど、今日はこちらを使っていこうと思います。こちらはマシュマロキープベースの01番です。こちらは色付きの下地でちょっとだけトーンアップするんですけど、まあ、それよりも最近アメリカはめちゃくちゃ暑いので、ワクチンの方が進んでるってことで、なんか学校とかでバイオリンレッスンもね、ズームじゃなくて対面式にするようにしたので、やっぱりマスクすることが増えてきて、やっぱりマスクしてると暑いのもあって、ここ全体的がもうめっちゃもう蒸しパンのように蒸れるので、やっぱりメイクとかしてるとすごく崩れるのことに気がついたんですよね。で、この下地を使うと結構ファンデーションの持ちがいいなというか、なんか滑りが良くなるっていうのもある。で、この間僕が一番好きなセレブリティメイクアップアーティストさんが言ってたんですけど、こうおでこが綺麗な方がほとんどだって言ってて、それでそのおでこはもうファンデーションとか、まあ、つけるけどもう全然つけなくても大丈夫って言ってて、あ、もうなるほどなと思いました。こういう風にちょっとトーンアップされる色付きの下地とかだったら、もうこれ一本でファンデーション別におでことか全然塗らなくてもいいなっていう、確かに思いました。で、ファンデーションは相変わらずずっと BB クリームを愛用してます。こちらのものですね。いくら暑くなっても僕の肌だとやっぱりリキッドファンデーションのものを使わないと、こうツヤっぽい感じの仕上がりにならないので、やっぱりリキッドファンデーションが年中好きですね。で、 BB クリームを全体的にのせた後に、最近よく質問でいただくことなんですけれども、リキッドファンデーションを使ったらさらに毛穴落ちして毛穴が目立つようになりますっていう感じで、こうリキッドを使えなくていつもパウダー使ってますっていうコメントをいただいてて、解決策っていうのをどうしたらいいんだろうってずっと研究してたんですけど、最近これだろうっていうのがあって、6時間以上の勤務とかの時だとやっぱり汗とかかいてきて、こう汗の反射によってこう毛穴がすごく目立つようになったりとかするので、リキッドファンデーションを使った時とかは、なので毛穴が何時間経っても全く気にならなくなったテクニックが、この上からさらにクリームファンデーションを重ねることです。同じ筆にこのクリームファンデーションをつけます。毛穴とかニキビ跡、傷跡が気になるところの上だけにつけます。で、全外のせちゃうとあんまりにもね重たくなっちゃうんだけど、ちょっとテクスチャーが気になるところだけに、こう部分的に上に重ねてみてください。クリームをファンデーションが薄く2層になってるので、6時間7時間8時間ぐらいの程度の時間でも全然毛穴落ちしないし、お肌がかなり綺麗に見えるので、ぜひ試してみてほしいテクニックだなと思います。はい、次にこのオレンジのスティックコンシーラーを使って、このクマのとこだけをちょっと消します。ちょんちょんって大丈夫。ちょっとねオレンジが強いなと思うので、キャンメイクさんこの動画見てましたら、このコンシーラー好きなんですけど、ちょっとオレンジが強いと思います。ちょっとね白を足していただけるとかなり完璧な色だと思います。で、これはもう簡単にちょちょちょいとなじませて、もうこの青みさえ消してくれたらちょうどいいので。はい、最近ねちょっと仕込みのメイクとかが多いんですけれども、ずっとこれ使ってるこのクリームシェーディング、こちらのものを使ってノーズシャドウをつけていきます。こういう小さい平筆にとって、眉頭から始めて、そのまま一直線鼻の下、鼻筋、ファンデーションの上からこうクリームなのでかなりスムーズにつきます。アナ雪のエルさんみたいにこう鼻をちょんとしたようなするのに、下にちょろっとつけます。これブレンドするのは正直指が一番簡単なので、こうやってトットトンとしてあげると、みるみる勝手に馴染んでくれます。はい、で、鼻のシェーディングはちょっとこのまま置いておきます。次に眉毛を埋めていこうと思います。ここで新作の登場なんですけれども、こちらのキャンメイクのエアリーアイブロウの、僕は01番買いました。キャンメイクのアイブロウって言ったら、今までずっとこればっかり使ってたので、こうスプリー付きのペンシルはかなり嬉しいですね。書き心地としたら、こう結構スル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 って書ける感じですね。はい、まず形を整えるのか使うので、まずスプリーで髪の毛をこうやって下ろして、ちょっと眉毛の下にファンデーションが残っちゃってるので、ファンデーションをもうちょっとついでにちょっと取り除くような形でブラッシングします。で、まず眉毛の輪郭から描いていきます。まずこうやって色をのせて、で、スプリーを使ってこういろんな場所に広げてあげると、こうあんまりつきすぎにならないですね。柔らかい芯が好きな方とかはすごくいいんじゃないかなと思いますね。僕個人的にはいわゆるシュー上村みたいにすごい硬い芯のものが好みなので、ちょっと柔らかいなと思うんですけど、まあパウダーに比べたらかなりのステップアップかなと思います。はい、で、眉毛を埋め終わったら、今日ちょっとねこの芯に慣れてなくて、ちょっと滑りが良すぎて
ちょっとにじみ部分とかが多かったんですけれども、これをちょっとクリーンアップするので大丈夫です。さっきのオレンジのコンシーラーのこの明るい方を取って、こう眉毛をきれいにしていくので、直接塗るのではなく、また平筆に取ります。この時に眉毛をきれいにするだけじゃなくて、気になる産毛なども、あと血管とかも見える方もこれで消していきます。で、アイシャドウなんですけども、今回この動画撮りたいなと思って、この新作のアイシャドウパレットを買ったんですけれども、シルキーセフレアイズの新色の07番です。これ見た瞬間からもう僕個人的にはすごい夏みかんだなって感じで、こうすごいフレッシュな感じがしたので、まあ、ちょうど夏も入ることですし、もう夏なのかな ?5 月末で、あと夏なのかな、はい、まずベース作りからしていくので、こちらのパステルカラーでこの1色だけ使います。このオレンジ。はい、これができたら平筆に行って、もう一度オレンジをつけて、こうちょっと強調します、このクリースを。はい、ここからちょっとみかん風にしていくんですけれども、そのためにまた同じコンシーラーに戻ります。これを平筆に取ってクリースをカットしていきます。もう長年メイクしてきてるんですけど、やっぱりこのメイクが一番好きですね。なんかこれも松井力スタイルになりそうです。こんな感じ、結構ね最初はすごいケバくなって濃いなと思うんですけど、最後の最後を見るとすごいバランスよく取れるっていうか、はい、こんな感じですごいみかん風出るでしょう、わかります、こうちょっとフレッシュな感じ。クリースがカットできたところでこちらを使っていきます。正直指使っちゃいますね。まずこの一番オレンジで一番濃い色、すごいスムーズで、このテクスチャーすごい好きなんですよね。キャンメイクのこうシルクスプレアイスで本当進化してると思いますね。でこれを目尻につけてこうグラデーション風にします。このねラメの入り方がね超可愛いからね、メロンソーダってあるじゃん、メロンソーダじゃなくてオレンジソーダって感じで、もほんと順番に行くだけ、今日のちょっと割と簡単め、ちょっとこ今度はこっちの色、アイホールの真ん中、このグラデがすごい可愛い。正直今こうやって今まで見てもらった通りに、こう2つの色をこうくっつけるっていうのかな、グラデーションにするためにこう筆とか技術とか全然必要ないので、このシルクスフレアイズくらいですよ。本当にアメリカにもヨーロッパにもないこれくらいのこうブレンド力っていうのかな、これが本当一番だと思いますね。このブレンド力に関しては、目頭はこのハイライトの方、この付属のチップに取ります。ちょっとこっちの方がね、隙間が狭いんで、こちら使ってあげた方が、まあ、別に小指とかでもいいんですけど、この一番明るい色を結構ね上まで持ってきます。そうすると見えますか、この球型のこの立体感、こっちとこっち全然違うでしょ。これを一番明るい色をこう周りにこうくっきりつけたからです。そうするとこう目玉みたいにこう球型の立体感が出る。はい、この商品はもう大好きな方がもうすでにたくさんいると思うんですけれども、クリーミータッチライナーを使っていきます。でまずこうまっすぐ見ていただいて、でここに黒目から一直線になるようにここに線を描いて、この位置にアイライナーを持ってくるようにします。こんな感じですね。僕はね蝶がつくほどの奥二重なんで、結構ガッツリ描かないといけないんですけど、このままだとちょっとやっぱり変なので、でこの茶色のアイシャドウに戻ってアイシャドウを使ってこっちをぼかしてあげます。で正直クリーミータッチライナーはすごく好きなんですけど、やっぱりこうなんかパウダー系で上からセットしないと僕の目だとにじんじゃうので、やっぱりね皮脂が多いタイプだとやっぱりこう動くと思うんですよね。なのでちょうどよくこのパウダーで上からセットしてあげると結構僕でも持ち合いよくなります。ここから下をもう終わらせる前につけまとかやっちゃいます。なのでカールします。僕はですねいつもこうやってビューラーして、こう資生堂のやつなんですけど、したらもうすぐにこうキャンメイクのクイックラッシュカラーをもうカールしちゃったらすぐに瞬間につけられるように準備してあります。こんな感じですね。ちょっとアイメイクから休憩取りましょう。超可愛くなったような感じ、すごいほんと夏みかんって感じになりましたね。はい、次にちょっと下やる前にコンシーラーを終わらせましょう。僕が大好きなこのカラーミキシングコンシーラー、はい、もうサーモントーンでクマ分けしたので、この一番明るい色を取ります。目頭に置くんですけど、はい、まだここにさっきのクリームシェーディングが残ってるので、それの真横につけます。僕のマックのマネージャーって油絵のプロフェッショナルでもあるんですけど、やっぱりこう油絵を描くときにこう立体感出すときどうするのかっていうと、光の影をこうグラデーションにするんじゃなくてはっきりさせた方が立体感出るんだよって教わったので、もうそれを聞いてからずっとそうするようにしてますね。なのでこの鼻のシーリングの真横にもうもろこのハイライトを持ってくる。そうすると鼻がこうキュッと高くなって見えるので、でこの残りはこうハイライトはこう黒目の終わりからこの鼻の端までこう三角になるように
広げます。こんな感じにちゃんとハイライトされるので、こっちとこっちとかなり違うはずです。後ろまでこうコンシーラーグイッと持ってきちゃうと、顔が余計にこう横長に見えて顔が大きくなって見えちゃうので、ハイライトは真ん中に収めるのがおすすめです。で、全顔もセットしていくんですけれども、でこのマシュマロフィニッシュパウダー皆さん大好きですよね。どうするのかというと、こっちを取って、で次こっちを取ってって言ってこう混ぜます。パウダーを1対1のぐらいで半々、ちゃんと色もちゃんとつくので、灰色っぽくなるのを防いでくれて、カバー力も少し足してくれつつ重くなりません、ね、一石三鳥って感じで。もう正直このパレットめっちゃ綺麗すぎるので、このオレンジを取って目尻の3分の1につけます。一番明るい色に飛びます。今度は 目頭から始めて、こう中央でさっきの色と合う感じ。はい、アイシャドウはこんな感じになりました。どうですか。ちょっとね、ユニークさを足したいなと思うので、ちょっとキラキラを足します。はい、なんか足りないなと思ったんですけど、これでいい感じになりましたね。鼻のシェーディングを仕上げていきます。キャンメイクシェーディングパウダーの、僕はイエローベースなので5番、これをさっきのクリームのその真上になぞるだけ。シェーディングパウダーはいつも通り03番を使います。僕はですね、こうちょっと斜めてる筆使ってるんですけどね、この短い方を頬骨の下に乗せて、で左右に動かしてあげるだけで簡単にシェーディングできるようになります。シェーディングをもうちょっとシャープにしたいなと思うので、もう一度マシュマロパウダーと付属のパフに戻って、頬骨の真下をこう綺麗にちょっと一直線入れます。はい、で今日はせっかくですね、柑橘風のメイクしてるので、久しぶりにグレープフルーツチークしたいと思います。まずね、このミモサのこのチークを使います。ミモサをこう中頬の中心から始めて、外側にこう広げていく。こう元々肌に赤みがある方とかは、黄色のチークを先に乗せてあげるとその赤みを消してくれるので、結構顔が赤いっていう方はですね、これ使ってあげるとかなり落ち着くと思いますよ。この07番をこうピンク系のものを上から重ねていきます。この付属のやつってちょうどいいので、めちゃくちゃ気持ちいいし、これ使います。でこれをさっきの黄色ほど広めないように中心に収める。柑橘っぽいこうグレープフルーツ感が出ると思いませんか。次にですね、こちらも新しい商品なんですけど、もうものすごい長いこと待ちました。ようやくアメリカに来たので、ゲットすることができたんですけれども、超綺麗なデザインが書いてあるこのハイライトなんですけど、こちらはハイライター H の、色は N の01番買いました。と鼻に使いますね。あー、なるほど。神様。僕っていつもハイライト探すときって、いつもなんでこの肌色のハイライターってないんだろうって今まで不思議に思ってたんですよ。ハイライトって言ったら、なんか変になんかピンクのやつとか、そういうとか、あるいは真っ白のしかないのを、こう肌色にしたらすごい鼻なじみ良くなるのになっていつも謎に思ってたんですけど、これがまさにそうですね。はい、残すはリップですね。リップはですね、今回2つ買ったんですよ。両方とも出たのはかなり前だと思うんですけど、僕が今まで試したことなかったものなので、こちらの2つ買いました。こっちのこうリップコンシーラーっていうものと、こちらの食後の色が残るって書いてある、リップティントシロップの01番っていうのを買いました。でこのリップコンシーラーっていう方を買った理由は、特にリップコンシーラーが必要ってわけじゃなかったんですけど、ヌードのリップってキャンメイク売ってないんで、これ香りになるかなと思って気になって買ってみた感じです。こんな感じですね。パッケめっちゃ可愛いです。と意外な感じ。こう、すごいサーモントーンがピンクが強い感じですね。塗るとどんな感じなんだろう。すごい濃い色でリップの色って消えるんだ。すごい今から目から鱗状態なんだけど、濃い色っていつもこう目の下とかに使ってクマとか消したりとかするんですけど、リップの色って消えるんですね。でこの上からちょうどいいので、このリップシロップの方をつけます。パケはこんな感じです。ちょっと凝ってて可愛いですね。はい、ピントなのでちょっと水っぽい感じですね。僕が本当に一番大好きなタイプですね、これ。超がつくほどのベビーピンクなんだけど、マックとか行っててもよく一緒に働いてる子たちが、こうリップをあんまりするよりもこうベビーピンクのグロスだけをつけるっていう時があるんですけど、そういう時が一番可愛いなって思ってて、まさにこれはそれを再現してくれてる感じで嬉しい。こんな感じでキャンメイクだけでフルメイクは完成です。で、新しい商品とかもたくさん使ってみたんですけれども、がっかりされることなく超お気に入りのものがまた増えてしまいましたね。特にこの新しいこれが一番好きだったかな。これ本当にキャンメイクの好きなお友達とかこっちアメリカに結構いるので、次に誕生日とかなんか機会があったらこれをプレゼントしてあげたいなと思いました。リップの色を消すのにこういうトーンが一番いいんだっていうことをね、僕自身は新しいことを学びましたね。キャンメイクの新作といえば、ミネラルパウダーのルースパウダー、新しいの出たと思う
うんですけれども、そのパウダーと新しいリップの商品も出てたと思うので、そちらはですね、まだこっちアメリカから手に入れることができないので、そちらを手に入れることができたら、そちらはまた次の新しい動画で紹介します。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてツイッターの方も始めましたので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。